はい、どうもこんにちは。先日ちょっとエレベーターをね、先輩と並んで待ってたら可愛らしいね女の子に行っちゃってくださいって言われて、ちょっと先に乗らさせてもらったんだけど、行っちゃっていいんですかって感じで乗って、中で行きますとか言ってやってたら、外からまたボタン押してやがって、ちょうどそのね、行っちゃいますとか言ってやってた時をね、ちょうど扉が開いてね、見られて目があったというね。はい、そんな感じで恥ずかしい思いをしました。どうも大粒です。小粒じゃないよ、大粒だよひよこじゃないよ、こっこだよ。という感じでちょっとね、車乗りはユタとしてやっていくんですけど、ちょっとねバイク乗りはね大粒でいこうかなと思います。小粒じゃなくて大粒だよ。今日の大粒はですね、ちょっとまだ慣らし運転が終わってなくて、今895キロ走行なんですけど、ちょっとね、まあ、慣らし運転でちょっとバイク神社というものに行ってみようかと。浜松の天王宮大都市神社っていうのかな、バイク神社っていっぱいあるんだけど、まあ、距離的にちょっと増やしたかったので遠くにしたっていうのと、なんかねお守りみたいのがなんかちょっとブレスレットチック、すごい可愛かったんですよね。なんでわ、ちょっとこれいいな、欲しいなと思ってそれにしました。という感じで今もう浜松まで、横浜からね246と1号でずっと下道で来たんですけど、7時に出て今12時20分、もう結構時間経ってます。もうねすでにねお尻痛いんですけど、でご覧の通りちょっとねホルダーがないんで、ナビがないんで、ちょっとさっき菊川の道の駅でナビ見てきてちょっと暗記してるんですけど、ちょっとここで合ってるかどうかわからないというね。はい、という感じで向かっております。でこのニダボ買った購入の理由とか値段とかそういうのをお話ししてなかったんで、ちょっと話していこうかなと。一応ね金額は102万でした。でオプションはクイックシフターと ETC のみです。ほんでそう、それだけ。本体が85万でしょ。でその ETC とかクイックシフターがだいたい10万5000円だったので、他は経費とかそれ手数料みたいな感じの自賠責とかね、そういう必要なものなんで、それだけです、つけたの。それで102万でした。はい。でクイックシフターも結構ね入荷がね遅いって2月ぐらいって言われてたんですけど、ちょうどね部品入ったみたいで10月の納車に間に合いました。でちなみに注文は9月の中旬にしてて、ちょうどぴったり3週間で来ました。なんか多分9月ぐらいにね、なんかいっぱいね入荷したっていう噂もあるんで、多分それのロットでね手に入ったんじゃないかなと、すぐに納車できたんじゃないかなという感じです。はい。あとね購入のきっかけですよね。過去に恵比寿サーキット走ってる動画があるんですけど、友達がねレースやってて CBR250R かなと、あと R6 も乗ってるんですけど、普段は CBR でレースに出ていて、でちょっとね走りに行こうよって感じでね行ったんですけど、それがもうね楽しくて、めちゃくちゃ走れるバイク欲しいなっていうことで、ちょっと今回ニダボ買いました。でもともと VTR250 はもうだいぶ乗ってて、結構直さないといけないところもあったんで、
まあそれ直すっていうよりかはもうなんか新しいバイク欲しいなみたいなっていう感じでね、新車をね買ってしまいました。で、あのタイヤが今純正タイヤなんで、ちょっとグリップがそんなにハイグリップだじゃないんで、そのレースやってる友達がいっぱいね、あのレースで新品タイヤ使ったやつを毎回新品使うんで、そのお下がりがいつも余ってるんで、アルファ13ってやつかなを取っといてもらってるんで、それをねいつも交換してもらってます。この前は ピーレリのディアブロっていうのかな、バイクのあの何タイヤとか全く知らなくて、車ばっかりやってきた人間だからバイクのこと本当に無知で分かんないんだけど、結構かなりいいタイヤらしいんで、まあ、乗っててもグリップすごいなっていうのは分かるんですけど、慣らしが終わったらそれに履き替えてちょっとねどっか走りに行こうかなと。で、筑波のレースもちょっと出たいなって思ってて、ライセンスも取りたいなっていうのと、あとはまずね、あの簡単に気軽に行ける桶川とかね、ちょっと行ってみて乗りたいなとは思ってます。いやー、これまた下道で横浜まで帰るってしんどいな。1時ぐらいに出たとして、としたらもう夕方の6時でしょ。いやー、しんどいわほんまに。いやいやいや、えぐいわほんま。なんかさ、看板とか出てきてもさ、おかしくないよね。看板とか出てこないのかな。ここを左に曲がるとこまでは覚えてたんだけど、あと右曲がるとこはさ、なんか看板とか出そうだなと思って、どこ曲がるか暗記してないんだよね。大丈夫かな。どこ曲がんだっぺ。右なんだよね、どっかを。どっかを右なのよ。お、すごい鳥車みたいな。いや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 、どこやねほんまに。あ、そうそう、結構こういう道だとね、硬さを感じる。ニダポちゃん、なんかのお店でまたがった時はすごいふわふわしてるなと思ったんだけど、やっぱ走らせてみるとやっぱ全然違うね。クラッチも軽いしさ、すごいここまで来んの、まあケツが痛いぐらいで、まあ楽でしたね。なんといっても動きが軽い。いやー、ちょっと待てよ、どこだ曲がんの。なんかそろそろな気もすんだぞ。どこだマジで。これまずいな。携帯のナビ見た方がいいかもしんねえな。天王町だって。天王宮大都市神社っていうぐらいでこの辺だね。天王町、ここかな。曲がっちゃおう。いや、ここじゃねえ気がすっぞ。ここじゃねえぞ、これ絶対。もうちょい行った、もう一本、あったあった。見えたっぽいぞ。どっかを左に曲がろう。ここでも行けたね。あそこの横断歩道があるところを左に行こうかな。曲がりまーす。左曲がりです。やってなかったりして。やってるよな。
これどこにあんの？駐車場あったぜ。あ、ここだ。通り過ぎちゃった。ちょっとよし、到着。いろいろ色あったんですけどね、青にしました。でステッカーはくれました。あとね、バイクの人はね、なんか飲み物缶なんですけど一つくれるサービスをやってました。ブラックコーヒーをもらいました。僕はこれどこにつけようかな。ここら辺にちょっとつけてみようかな。こんな感じでつきました。あとはステッカーを貼ってね、ちょっと今から横浜まで5時間の長旅で帰りたいと思います。以上です。